はい、こんにちは。えー、っと、6月の皇室ですね。こちら、えー、っと、いつもの本の、今回はこちらのね、後ろに書いてあるものを参考に書いていきます。えー、っと、まず5、6年生ですけれども、ちょっと全体をね、こう見てくださいね。えー、っと、こう、周りが少し空いていると思うんですが、ちょっとね、ここ印刷が薄くて、ここにこうに行があるんですよ。行ですよ。マスではなくて行なので、 えー、でこういうところ両端ね空きがありますよね平仮名のところとか特にたくさんあると思いますでむしろこう行いっぱいいっぱい使ってる字っていうのはやっぱり漢字ですよねしかも漢字の中でも一部分だったりしますねこういうところをよく見てくださいそういうふうにあのいっぱいいっぱい使ってるところっていうのはその字の中の一番飛び出てる部分に当たるわけですからそこを強調するように書きます ということはそこがこう強調されるようにするために他のところはね短く収めるっていうところも大事になりますね。はい、で、えー、と前回と同じような感じも出てきてますしこの辺りもそうですね。はい、ではちょっと上からね書いていこうと思いますが少し拡大をじゃあしていきましょう。 うですかね、えっ、ー、とね、えー、56年生特に、うん、そうなんですけど鉛筆の状態ちうんと例えば今私書こうとしてる鉛筆はまあまあいい感じにこうなってますけれども少しこう寝かせた状態こうあの構えた感じではなく寝かせた状態で少しこう整えるようにね寝かせてね こういういに転がしながらですこういうふうに手で転がしながらなんかこう丸を描くような感じで少しこうやってあげるとそうすると先が尖ってくると思いますあの丸い円、あのー、芯でも先がね尖るんですよでそういうふうに作ってから描き始めた方がいいですその辺いつもね確認しておきましょうはいそしてここ1マス分ちょっと空きがありますのでそこもチェックをしてください ちょっと位置が良くなかったかな。この辺ですね。こうして。はい。ではね、行きます。えー、文章と書いてありますね。真ん中のこちらに乗っかるようにしておいて、スッとで下から上に行きます。そして次位置に三角目の位置っていうのは結構中心に寄っているような感じですね。ギュッとしたときに、 中心に乗っかってるぐらいがちょうどいいですかねこうしておいてこうだから思ってる以上にこう皆さん右から入りがちですけど結構左からそしてこれがこういうラインできますねでここの時にあの高さをねこちらがちょっと重くなるかなっていうぐらいにしてあげるといいですそして次のところですねこれも中心にこう乗っかってきて次短くギュッとこのぐらい上がってあげてくださいそうすると次が 立つっていう字なのでこういうふうに囲むような感じで中をねしっかりと開けるような感じにしたいですがそこから左にギューッとこっからこうに長くしてあげるねその時にこういうあの線質をねちょっと意識してあげるといいですねここにはなんかほら先ほどのギュッて上がるこの線とこの長い線で関数字の2のようなこの動きがありますねそしてここ こういうふうに左から必ず打ち込んでスッと抜くような感じにしておいてでここですねこうキュッと締めますよね左と同じ分キュッと締めるような感じでこういうとこ丁寧にね狭いところなのでちょっと丁寧にやってあげましょうで次頑張らなくていいのでこのぐらいですねこちらがこう長く目立つようにしたいから次のこちらもなんか長くしたくなるようなとこなんですけどあまり 頑張んなくていいですそしてスッとちょっと軽く抜くようなこんな感じですねそしてこのひらがなに行きますひらがなは横幅をたっぷりあまり取りすぎないようにこちらに隙間をこう開けるようにイメージします中心のラインからあまり逃げすぎない方がいいですただこういうところよく懐なんて言いますけどねそこはしっかりとふっくらとさせたいので そこはね、ちょっと注意してください。でえー、と、次いきますね。えっ、ー、と「自分」と書いてありますが大きくなりやすい字ではありますがあまりあの、囲む字はね大きくしない方が綺麗に見えますのでこれも中心線いつもこう気にしながらあまりこう横に大きく出ていかないように。 そこはねちょっと注意しましょうねこういうふうにきてそしてこれ難しいのが下のラインが出ちゃう出ちゃい出ちゃいやすいんですよなのでそこが出ないようにこういつもこう下も見ながらですね大きさをチェックしてくださいそれでまあこう同じ大きさの手本が多分あると思いますのでそれを横に置いておけばいいんですが 必ず合わせるあのもうこのぐらいぴったりこう隣に置くようなそんな感じにして少しずれたらすぐにあの修正ができるような感じで持っていきます。自分のですねこうしてこうここから「かん」という字はあの先月もね出てきましたねこちらこういうふうに立てていきます。立ててておいて こここのぐらいの結構長くしがちなのでこれあまりぎゅーって長くしなくていいですここからこうですねこういう風にコンパクトに持ってきますね次こういう感じです中心線に乗っかるような感じでこういう風に持ってきといてどんどんそして次がこのこの点からこう落ちてくるようなイメージでこちら向きにこう点があるといいです でこの上の部分の中に収まってるぐらいな感じこういう字ですねこういう形ができるといいかなと思います。字るいいですねもうちょっとえー、っとこの下のラインがね結構ギリギリですよねここね。 えー、もです。もーももふっくらとねあんまり細くなりすぎない方がいいです。のです。はい。えっ、ー、とこんな感じで次いきますよ。えー、感じるものを書き込んではいここですね。えー、この「をというのもここをキュッと短くてあのグ、ー、ッと上に上がるような線ですね。 こうしてストンと落としといて次こうですはいで次の字出ましたねまた横にギュッと広くこうやって長い線がねありますよねここえっ、ー、とねこの差をやっぱりつけたいのでまずこれはこうふわっとさせといてギュッと締めますふわっとさせてここからギュッこんな感じですねこういう風に締めておいて短くですよ でここです次が長いところキュッとしてこういう風に入ってこうですね真ん中あたりよく見てもらうと少し線が薄くなっているのがわかると思いますここは少し力を抜けるような感じで持ってきてもいいですねでそこからこうですよねでトントン間を狭く作りますそして頭なるべく出したいですここそういうこともあって でこれあの一画目の書き出しをちょっと下げる少しでいいんですけどね少し下げてあげると書きやすいかなでこういうところ狭いのでここですねよーく見てやりますトントンここですね書き込んで、えー、木ですふわっとさせといてこうですねでこう うん、なるべくつながりを少し見せてあげるといいかなと思いますけどうんでそしてここですねこの行は意外とゆったりだったかな良い作品にですねえー、とここですねこうしてふわっとさせてキュこれねふわっとさせてキュそこでトントンってした時に ここ、ちょっと短めに、こういうふうにして、あの、当てていきますので、ここ、真ん中の線を少し短めにしておくといいです。ここね。で、ここ、こう入って、こういうふうに来ます。そう。あ、これ、えー、っと、先月、先月、長いという字で、やったかなこう、大きく、ここの角度を大きくして払う。で こう、あべこべになるような、ちぐはぐするような感じにしておいて、ストーン。で、ここちょっと浮いてるような感じで、こう持ってくるような、これですね。え良、ー、い作品ですね。これはね、ちょっと、あ、そう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 、ちょっとここはね、狭くなっちゃったんだな。いや、狭くなっちゃったっていうか、ここにちょっと隙間がディスキス、うん、うん、作りすぎちゃったかなって。 ここう考えたところでしたね、まあ、でもこれぐらいでもいいんですがもし余裕があるんだったら少し少し上に上がってあげておくといいかなうん、ね、このぐらい気持ち少し上に上がってあげると最後のここゆったりとねいけるかなと思いますでこの品あ先にこっちをか 作品のこの作という字ですね難しいですよねこうやって上がっていきますよそして下のライン見てくださいこちらね右下っていうのはまあ確かにここなんだけどこれちょっと長くしておきましょうこの字はちょっとこういうふうに縦の長さがねこちら側あのかなり出ていくような感じです123画目まずこう飛び出しておいて寝かさないで縦ラインですね立てておいてそしてここのライン見てくださいこれ 点のような感じですけどこれとこれ方向がちょっと違いますよね長さも違いますねここしっかりとできるといいですそうこの形はもう覚えちゃってくださいねそしてこれですねしなという字あの口が3つですけどえっ、ー、と接近してるっていうところとあと閉めてる閉めてる字ですねキュッキュってこう全部閉まってますよねそしてえー、と大きさに違いがありますこれ一番大きいですね、うん、で。 最後右下なのでちょっと下げ目でこちら側飛び出しているような感じですねこちらをやってください必ずやってくださいはいでは最後最後の行ですねえーとね「表現」表現またこの「長い」という字とかと似ててこの部分がありますよね えっと、これ頭ここ結構しっかりめに打ち込みをしたいですっていうところを含めると少しだけ下、下からギュッときといて2、2画目をこういうふうに大きくしておいてスッとこういうふうに短く持っていきます頭はしっかりめでもここは短めでそういうことですねそしてこここうですよ真ん中ですよねそして左からこうですうんで、その時左結構重視 あのこここ大事に取ってくださいこちら側はそこまで頑張んなくてもいいですねで中心寄りですけどこの辺からこういう風ににきといて大きく跳ねますこういう風に角度が大きいのと長さも長いですよねそしてこちらにギュッと打ち込んでおいてこちらからストーンっていう風にして先ほどのと同じですえー、と何があったら「い」という字ですねと同じような感じ 持ってきてくださいそして次の字も結構出がありますよねぎギュッと出ていくような横辺がありますここにこうしてこう短めにしておきますで1画目この位置にしたのはなぜかっていうとこういうラインに持ってきたいわけですからここからどんどん飛び出ていくようなこういうラインですね最後のここの感じとか見てくださいねこれできるとかっこいいですねお名前に入ってるあのお子さんもねいらっしゃると思いますこれこうやって でその次ですねこういう風に結構中心にちあの乗っかってるぐらいな感じこう近づいてますよねすごく接近しておいてこういう風に上に持ってきますでここのラインを見るとちょっとこう上に上がっているような感じを目指してくださいでどンどンドンときますよね、まあ、最後はこっち飛び出すぐらいでもいいですそしてここ付け根をしっかり見せるような感じで左へ この時にあまり下にビヨーンってしないことねここはだいたいこういう感じで揃えてもいいかなぐらい少しこっちが長くなってもいいですよこれの場合はこういうラインでこのぐらいでもいいですそしてここからこうしておいてただこの左に合わせるようにして少し上に上がりつつこうですねここのライン見てくださいっていうふうにするとかっこいいですねバランスが取れると思いますこの三角形みたいなラインですはい えー、あとはひらがな連続できますので大きくなりすぎに注意です太りすぎってことですねあのこの行のこの幅目いっぱいに使わないっていうところで中心線を意識してくださいしてこうですねそこから「み」です「み」こういうふうにきてスッと抜けて「たい,い」といきます「たー 横に行くような感じでいいですね。今しっかりと寝かせましょう。まだまだ立ち気味の子が結構いますのであの、寝かせる工夫をしてください。寝かせるためには、じゃあどういうふうに進めばいいかなっていうところですね。そこちょっと考えると。もう5、6年生ね、考えられると思いますので、そのあたりね。毛筆をイメージしてもいいですが、まあ、まあ、鉛筆とちょっと違いますけど、それでも、 あのイメージはいいいと思います同じようにイメージしてもらってもねはいものですねこうしてこう強さ力の加減とかね強さとかそういうのをすごくも質参考になりますのでいいと思いますよはいですちょっと出なかったかこのぐらいねそうはいそして うそろそろ学年の間違いはねない、なくなってきてはいますが、そう、皆さんね、えっ、ー、と、しっかりと練習をしてから、あのー、選書用紙に書くようにね、心がけましょう。あの、いきなり書き出さないことね。うん、選書用紙がもったいないのでね。小5、小6ですね。小6。 じじゃあこんな感じにな感にりますねはいどうでしょうかえー、まあ差をつけるっていうところが一番かな今回のねでひらがなは幅取りすぎないことですねそれから鉛筆いつも言ってますけど少し丸めな感じで、えー、整えてから始めるっていうところうんやってみてくださいはい失礼します。